Welcome. Super 13. Of everything. ギルドの評判もうなぎ登りで、まるで全盛期の時のよう。え？今が全盛期と言ってもいいでしょう。そして仲間同士の絆も、これほどのつながりの強さは結成以来かもしれません。ですが、ここで立ち止まってはいけません。まだまだ上には上があります。私がまだ見たことがない景色を見せてください。大魔導演部で優勝し、フェアリーテイルはフィオーレ1のギルドに返り咲く。以前のように仕事がいっぱい舞い込むようになり、私たちは忙しい日々を送っていた。ある時、聖天大魔導ホーロッドシーケンから氷漬けになった村を助けてほしいという依頼を受ける。村の名は太陽の村。永遠に燃え続ける炎を守護神としている。グレイが村を包む氷を作り変え、夏が消えた炎に火を灯し、なんとか村の人々を助けることができた。しかし、この事件は始まりに過ぎなかったんだ。村を凍らせた犯人はタルタロスという闇ギルド。奴らは恐るべき計画を実行に移そうとしていた。タルタロスのテンペスターが元評議員を襲い、その場に居合わせたラクサスが撃退する。でもテンペスターも自爆し、ラクサスは ラクサスたちはどうなんだ？無事なのか？おい！なんとか一命は取り留めました。でもかなり魔性粒子に侵されていて、もともと少量の摂取でも命が危険な毒物なんです。完全に回復するかどうかは。魔性粒子、確か空気中のエーテルなどを破壊して魔力欠乏症や魔性病を引き起こす物質。それは魔導士にとっては命取りになる。敵はタルタロス闇ギルドだ。評議員を皆殺しにし、元評議員も襲っている。ラクサスは元評議員の矢島さんをかばって魔性粒子を全部吸い込んじまったらしい。タルタロス、じっちゃん、戦争だ。敵はタルタロス、オラシオン・セイス、グリモア・ハートに並ぶバラム同盟の一角。しかしわしらはその二つを撃破してきた。タルタロスも同じように我々を敵に回したことを後悔するだろう。仲間がやられた、それは自身の痛み。仲間の流した血は我が体より流れた血と同じ。この痛みを、苦しみを闘志と変えて敵を撃て。
我らは正義ではない。我らは意志で動く。我らが絆と誇りにかけて家族の敵を駆逐する。タルタロス、目的もわからんが、本部の場所は評議員ですらわからない。一つわかっているのは、狙いは評議員ってことね。現評議員だけでなく、元評議員まで狙ってる。だったら元評議員の家に行けば向こうから来るってことじゃねえか。しかし元評議員の住所は秘匿情報、知る者はいない。なんで住所知られたら悪者が報復に来ちゃうでしょ。手詰まりか。いいや、そうでもないよ。元評議員の住所は僕が知ってる。なんでロキさんが知ってるんですか。それはね、女ね。私たちの担当は元評議員のミケロさんね。タルタロスが襲ってくる可能性があります。しっかり準備していきましょう。任せたぞ。ここが元評議員のミケ。誰じゃ。フェアリーテールです。守ってやる。気持ちは嬉しいが。まあまあ、同じ猫仲間じゃない。誰が猫じゃ。あの、狙われる理由について心当たりはありますか。ありすぎてまとまらんよ。わしらに恨みを持つ連中は闇ギルドだけじゃないしね。恨みなんかじゃないわ。絶対に何か別の理由で評議員を狙ってる。思い当たる節はないの。いや、待てよ。まさかフェイス。全員伏せろ。あら、全員ぶっ飛ぶ思たんやけどな。現評議員みたいに。ハハハ。タルタロスか。誰やあれ。フェアリーテイルの夏だ。始めるか、メイフ狩りを。バケット。なんだ。俺の呪法は触れたものを爆弾に変える力。カリューのゴーお前おもろいやんけ。な、一つ言っておくことがあるわ。俺の呪法は触れたものを爆弾に変える力。お前は俺に何回触った。 I don't know。グレンホーウォーク。
の呪法は触れたものを爆弾に変える力。ああ。グレンホーウォーカーン。バクゴホックス。学習能力のないやつやな。また俺に触りよったか。コツはつかんだ。コツ？ふん。顔。な、くやいいんだ。ないわ。ないない。ありえへんて。の方レグルスインパクト。
俺たちタルタロスが使うのは魔法じゃねえ、銃砲。魔法の銃、魔導士ごときには勝てんわ。爆破と抜かぬ太刀の形。ヒール。ありがとな。これを使うわ。フグ回転さの方、ガリューの猛化。俺の呪法は触れたものを爆弾に変える力。抜かぬ太刀の形。フグ回転さの方。俺ら悪魔、お前らみんな悪魔なのか。滅べ人間ども。それがお前らの戦う理由か。俺たちは違うぞ。傷つけられた仲間のために戦う。敵は人間でも悪魔でも神でも何でもいい。力を貸してくれ、ラッサス。ライエンジューの
気だったわね。夏でも相打ちで精一杯。いや、勝っただそうです。倒したんだね。なんとか情報を引き出さないと。いや、ほんま参ったわ。ここまでされたんは初めてや。悔しいわ。すまん、教官。せめてこいつらを道連れに。落ちるわ。な、何これ。まさか街全部を爆発するつもり。手をくれや。爆弾は俺自身や。死んでも止まることはないわ。地獄で会おうや。どうすれば。このままじゃ街が。そうはさせないぞ。ワン、ハッピーハッピー、ハッピー、早く逃げて。オイラたちはお前らなんかに負けないぞ。シックスアなかった。髪？ダメだ、もう息がねえ。そんな。しかしどうやって殺したんだ。外傷が見当たらねえ。おお、立ち上がって。何すんだよ。通信用ラクリマか。また倒れた。どうなってんだ。やはり死者の枕ではうまく機能しませんわ。誰だお前は。元評議員に何したの。冥府へ向かうお手伝いをして差し上げました。タルタロスか。人間の書く物語など退屈ですわね。私が物語を紡ぎましょう。悪魔の物語を。来るぞリサーラ。エルフ兄ちゃん。違うんだ、体が勝手に。苦しい。何をした。やめろ、今すぐやめるんだ。悪魔の物語に慈悲という言葉はありません。くそー、よせ。俺の体を勝手に。リサーラ、しっかりしろ。リサーラ頼む、もうやめてくれ。頼む。人間が悪魔に物を頼むとき、それは悪魔に魂を売るときですわ。あなたは私に魂を売りますの？ What happened? No. Okay. ミケロさん、話してください。世界中でこうして街が襲われてるんです。シロキーさん、フェイス、わしは何も知らん。本当に何も知らん。フェイス？フェイスは評議員が保有する兵器の一つ。兵器だ。評議員がなんでそんなもんを。で、何なんだよそのフェイスってのは。魔導パルス爆弾、大陸中すべての魔力を消滅させる兵器。大陸中の魔力を消滅。それじゃ全魔導士が魔力欠乏症に。それだけじゃない。タルタロスの使う力は魔法じゃなくて呪法だとか言ってた。全魔導士が魔法を使えず苦しむ中で、タルタロスだけが自らの力を使える世界。それはどこにあるんだ。奴らより先に俺たちがぶっ壊してやる。知らんのじゃ。本当に封印方法は3人の元評議員の生体リンク魔法だと聞いたことはあるが、その3人が誰なのかは元議長しか知らない情報じゃ。生体リンク魔法、3
命が封印を解く鍵ってことは、タルタロスの目的は。情報を聞き出さなくても、元評議員を全員始末すればフェイスが起動できてしまう。いただきます。いいパルファ香りですね。クロフォードさん、私たちはタル、その保管場所を。元議長です。ならば私たちが。そんな、本人も。ではどうやらお出ましみたいに。家を包囲されて。切られたいものからかかってこい。まあ、カスト行くぞ。エンタグラムソード、テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよ。行くぞ。エンタグラムソード。片付いたか。さすがエルザ。それにしてもエルザもそう思った。元議長というさ。エルザ、どうした？見ろ。私、見ろ。さすがです、元議長。一度ギルドにご帰還ください。夏、急に。急げハッピー。あい。どうしたの夏。くそ、なんで気がつかなかったんだ。誰も現評議員でさえ知らないはずの元評議員の住所、それにフェイスのことも。タルタロスはなんで知ってんだ。誰かが評議員の情報をタルタロスに流してんだ。誰かって。わからねえけど、評議員全員の情報を持ってる偉いやつ。エルザ、見ろ。いないね。ガン。いや、二人の匂いが少し残ってる。何があったんだ。ここハーブの匂いが強いね。この匂い、睡眠薬だ。多分。もしかしてエルザとミラは眠らされて。くっそー。元議長はタルタロスの仲間だったんだ。だからフェイスのことも元評議員の住所もタルタロスに知られた。エルザとミラは捕まっちゃったのかな。必ず見つけ出す。ドラゴンの腹を舐めるなよ。目が覚めたかな。これは。ようこそタルタロス。タルタロスだと。ミラは、元議長は。元議長は我々の同志だ。計画成功後に再び評議員の議長となるだろう。そなたらは元議長の罠にかかり我々に捕獲されたというわけだ。バカな。
元議長が裏切るはずなど。無駄な抵抗はよせ。その拘束具は魔風鉱石でできている。繋がれている間はいかなる魔法も使えん。ミラは、私の仲間はどこだ。殺してはいない。コナタの下僕にするためにこれから肉体を改造する。やめろ。そうわめくな。そなたには聞きたいことがある。ジェラールの居場所だ。そなたらが親密な関係なのは知っている。なぜジェラールを。どこにいるか言え。コナタの魔は人の感覚を変化させる。そなたの痛覚は今極限まで敏感になっている。いえ、知らない。フェイスの封印を解くため我々は元評議員を皆殺しにするつもりだった。だがようやく封印してる3人の元評議員の名が判明したのだ。うち2人はすでに死んでいた。残る1人は。まさか。ジェラールが死ねばフェイスの封印が解ける。そんな。おっと、少し口が滑ったな。これでは知ってても教えられんか。知らん。本当にジェラールの居場所は。ジェラールの居場所を言えばミラジェーンを返そう。言わねばそなたもミラジェーンを死ぬ。本当に知らないんだ。頼む、ミラを助けてくれ。そうか、もう少しコナタを楽しませてくれるのか。三人の封印者が判明したのですか。そうだ、元議長のスーパーアーカイブもすごい魔だと認めざるを得ぬ。ではこれ以上無駄な殺生はせずに済むのですね。三人のうち二人の封印者は今までの標的の中にいた。残る一人はジェラール。こいつを見つけ殺せばフェイスは起動する。フェイス、魔導パルス爆弾、とても恐ろしい終末の兵器。しかし我々にはそれが必要なのだ。ええ、分かってます。ジェラールさんは見つかりそうなんですの。エルザ次第だな。教科様は口を割らせるのは得意ですものね。そなたのマクロを使う手もあるが、それでは面白くない。それよりもフェアリーテールにこれ以上邪魔はされたくないな。そこはお任せを。妖精の最後にふさわしい物語を用意しております。来いセイラ、久しぶりに可愛がってやる。教科様。不明せな。ここで間違いねえ。元議長の匂いがする。エルザとミラを探さなきゃ。やってやる。ちょっと。よっしゃ、行っちゃいくか。カリューのゴール。Wow.
足んねえぞ。よっしゃ、一緒行くか。カリューのでっかよし、カリューの鉄拳燃えてきたぞ。カリューの鉄拳、よっしゃ勝った。違い、お前なんだ。大中、汚らわしい名前を出す。猫はどこ行った。まあ、あんまりない。夏、起きて。夏ん、あ、ああ、リサーナ、ここ、お前も捕まっちまったのか。うん、全然覚えてないんだけど。ここにはエルザとミラもいるはずだ。エルザとミラネーム？私たちがこんなに次々やられてくなんて。今回の相手、違わねえ。必ず勝つから、まずはここを脱出するんだ。ナッツ、無駄だ。お前、立場上逃がしちゃやれねえが、差し入れだ。水？おい待てよ、お前何者なんだ。なぜ？あいつ、
グレイと同じ匂いが。夏、まさかな。チックショー、あの火の玉と青猫だけは許さへんで、必ずぶち殺したる。やかましは、誰やお前。これが力がみなぎっておる。新たな仲間っちゅうわけ。助けるために最善を尽くした。はい。エルフマン、リサーナが捕まった。お前のせいじゃねえ。情けないね。妹取られて敵も追わず帰ってくるのかい。見失っちまった。見失う？リサーナを連れた敵にビーストになれるあんたが追いつけなかったっての？いい加減にしろ、カナ。だってさ、すまない。らしくないよ、エルフマン。リサーナを返してもらうため、エルフマン、あんたやっぱり様子がおかしいよ。なんだいそれ。来るな。ちょ、エルフマン。邪魔をするな、邪魔をするな、邪魔をするな。爆弾、滅び、フェアリーテイル。操られているのか。このままじゃ、エルフマン、目を覚ませ。フェアリーテイル、畜生、悪く思うなよ。カードか。破壊、破壊。爆弾もカード化できてよかった。敵の場所が特定できた。見つけた。ハッピーが脱出したときはボスコ国境付近にいた。速度と方向から推測。向こうから来やがったか。夏たちを助けに行こう。はい。
Damn, baby. ここがタルタロスか。お、早速来やがったな。行くぞ。フェアリーテイル。
ちだぴょん。なんて。やっ。さあ、行きましょう。さて、お宝ゲット。降りかかる火の粉を払うのみ。恥をかかせるなんて。元議長様、ジェラールが見つかったのですかな。議長様に。厳重に隠蔽されてた鍵がこうもあっさり譲渡できるなんて信じがたいですな。本当かな。ではこれで封印が解けるということか。あらら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 、キューブも反応している。フェイスの封印が解かれた。座標は？
出現予想地点とはかなりずれてますな。構わん、起動させろ。ここからでは無理ですな。遠隔操作は不可能。フェイスは手動でしか起動できなくなっております。正確には元議長様なら遠隔操作ができたのですがね。こなたとしたことが早まったか。仕方あるまい、誰かを向かわせるか。揺れてる。何が起きてんだ。夏、見て。剣だ。それで鎖を切れるかも。フェアリーテールに侵入を許すとは。エルザを使うか。人間どもには人質という手が有効だ。待ってたぞ。捕まえたわよ。そなたらどうやって牢を。エルザはどこに。ずいぶんと可愛がってもらったからな。たっぷりと礼はさせてもらうぞ。ミラとエルフマンはどこだ。エルフマンというものは知らない。ミラというものなら二層上のラボにいる。もう手遅れかもしれんがな。私行かなきゃ。夏、お前も行け。ここは私に任せろ。わかった。やってやる。行くぞ。
よっしゃ、勝った。
ちゃいくか。カリーの絶景よし、カリーの絶景楽勝楽勝。やはりここまで来てしまったんだね。ここはゼレフ書家タルタロス、僕の本がすゼレフ。このギルドはギルド自体 END 殺せなかったの間違いだよ。だったら俺が倒す。君にならできるよ。ああ、僕の作り出した最強、生かすか殺すか。僕はこれで失礼する。待てよ。タルタロスは僕にたどり着く。何なんだ。さっきの振動は何だ。フェイスの封印が解け、我々の城が反応した。まさかゼラールを。殺してない。だが封印は解けた。別の方法でな。貴様らの目的は何だ。大陸中の魔力を消滅させる兵器フェイス、そんなものを使って何を企んでいる。全てはゼレフの元に帰るため。かかったな。これは魔法を封じる拘束具。呪法を持つ我々には何の効力もない。ゼレフの盲信者か。我々はゼレフの愛によって記された書物、書物より生まれし者、ゼレフ書の悪魔。行くぞ。また楽しませてもらうとしよう。こなたは人間の通覚を強化するのだ。
なたは人間の通覚を強化するのだ。見せるがいい。カット、風神の鎧剣、風神の剣、カット、耐え太陽の剣。こなたにこれほど傷をつけ、あなたは人間の通覚を強化するのだ。これを使う。こなたは人間の通覚を強化するのだ。信じるのは当然であろう。信じるものは何でも構わん。だが決断するのは自分の心だ。人間には分かるまい。人間にも信仰はある。大切なのは自分を見失わないこと。考える力、逃げない勇気、歩くのは自分自身だ。フォトンスライド、エルザ！エルザが地面から出てきた！みんな、どうなっているんだこれは。フェイスの封印が解かれた。止める方法を見つけるんだ。わかった、私が行くわ。私も行きます。フェイスに命令を出しているところがあるはずです。はい。
切っていきましょう。行きます。任せて。行こう。ハグのせい。こんな行くスライバー。すぐ返す。これで決めます。ショーの方。天下の時に。ジュリア、愛してる？ああ、困ってしまいます。張り切っていきましょう。
何この部屋。制御室かしら。あの大きい球体、地図みたいですよ。見て、ここエルザが言ってた通り、フェイスの封印が解かれたみたい。どうしよう。この魔法陣を使ってまた封印できないのかな。ダメね、完全にロックされてるわ。動かせない。あれ、ここには現地での手動操作じゃないと起動できないって書いてあるのに、起動してる。これフェイス発動まであと41分。あとたった41分で大陸中の魔力が。どうしようどうしよう、みんなに知らせなきゃ。うわ、落ち着きなさいハッピー。ここを壊してもダメ。起動も解除も現地のみです。みんなに知らせている時間はないわね。私たちで行きましょう。早くフェイスを止めないと大変なことになるわ。もう大変なことになってるんですよ、お嬢さん方。時間がない、隙を作って脱出しよう。ルーシー、ウェンディ、ナッツさん、ウェンディ、時間がない、行って。逃がしませんぞ。行け、ウェンディ。目ん玉野郎、俺が引き受ける。ナッツさん、はい、ありがとうございます。よし。張り切っていきましょう。張り切っていきましょう。We'll be right back.
これを使います。烈竜奥義召喚天空戦。この小せえのは俺にこんな仕事。タルタロス、こいつがフェイスを起動。逃げ切れない。暴れていいのか。暴れちまうぞ。俺の呪法は天下五剣鬼丸。
動まであと5分だが、その栄光、お前はそのメンディーを離しなさい。シャルル、メンディーを離す。シャルル、んだこの猫は。これが混ざって ドラゴンファイト。 なんだ、あんなに臆病で弱々しかったウェンディが。 ドラゴンファイト。空間は今切れないものは吸収してる。そのエネルギーを別の属性に変換できれば、自立崩壊魔法陣が発動してフェイスは自爆するはず。そんなこと
どこで知ったの？未来、私の予知能力、フェイスの発動しない未来の予知。ううん、正確には検索したの。いくつも存在する未来の可能性の中からフェイスが発動しない未来を見つけ出した。確か未来の私はここの魔法陣をこうやって動かして。すごい、シャルル、本当にすごい。これで私たち、ここまでなの。この先の未来は真っ白、もうないの。どういうこと？誤解しないで、フェイスは止まる。この文字に触れば、触ったらフェイスは自爆する。つまりね、私たちも助からない。私思うんだけど、魔法がなくても生きていけると思う。ダメだよ、みんな戦ってる最中、今急に魔法が使えなくなったら。そうよね、ウェンディ、爆発の範囲が予想、予知もできない。できるだけ遠くへ逃げて。ここは私がやるから。何言ってるのよシャルル、ダメだよ。お願い、生きて、ウェンディ。ダメ、シャルルを一人にはさせない。早く逃げなさいよ、起爆できないじゃない。やだ、私たちはずっと一緒なんだ、ずっと。ウェンディ、ね、もう飛ぶ力も残ってない。逃げられないのよ。分かってる、私だってもう動けない。遠くへは行けないよ。何も行かない。私たちの冒険もここまでだね。でも楽しかったよ、ずっとシャルルと一緒だったから。うん、ここを触ればいいんだね。うん、一緒にやろう。フェイスは止まったみたいだけど、まだミラさんも探さなきゃいけない。ここにいる奴ら全員ぶっ飛ばさねえと気が済まねえしな。バカな奴らですわ。私たちには負けも死もないのです。我々は何度でも蘇るラボがある限り永遠に再生できる不死者でありますぞ。魔力が消えてない。 S 計画は失敗したのか。いや、もうや、無理やりに起こすか。マスター END を逃げるつもりか。ここはそなたに任せた。妖精を殲滅せよ。言われるまでもな。
最高の舞台で会えたエルザスカーレット。ミネルヴァ、我が名はネオミネルヴァ。悪魔として転生したこの力見せてやろうぞ。ごめんね、悪魔因子ももともと持ってるの。サタンソウルを使うためにおかげで復活しちゃった。ミラネー、ミラネー、リサーナ、ミラネー、よかった。なんでここに。私もナツもエルザもエルフ兄ちゃんも捕まっちゃって、ナツとエルザは無事、あとはエルフ兄ちゃん。そのものは捕まえてませんよ。気をつけて、こいつ人を操る。私もエルフ兄ちゃんもこいつに。下がってリサーナ。エルフマンというものにはギルド爆破の命令を出しました。しかし誰一人殺せなかった。私の失態、京華様の前で恥をかきましたわ。あの男のせいで私の物語が破れていく。この裏に姉の命で償わせよう。あなたが私の兄弟ね。ええ、この裏に落とし前をつけてもらわない。テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよね。あなたは私に魂を売りますよ。汚いわね。なぜ。テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよね。ガハウスプレゼント。あなたは私に魂を売ります。ハウスプレゼントね。私の枕は効かないの。これを使うわ。クライムス。テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよ。クライムス。テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでテイクオーバー。いいのよ。テイクオーバー。急げ、急いで復活させろ。あのガキ、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 あのガキ。ヘゼル様、今は戦闘中ですね。しばらくお待ちください。
こちらも再生お願いします。あのガキに代償を払っていただかなくては。復活余計なことを言ってはなりません、ラミ様。それは厄介ね。じゃあまずはここを壊した方がいいってことね。あなたにそれができますか？簡単よ。あなたがここに来るまでにこの触手みたいな悪魔全部支配下にしておいたの。悪魔を吸収する力だからあなたにはマクロが効かないというのですか？お互い様ね。悪魔であるあなたを吸収できれば私の勝ちだと思ったんだけど、私のテイクオーバーもあなたに効かないみたいね。メーレス、私のリミッターを解除せよ。自分に命令？何こいつ。我らはゼレフ社の悪魔エーテリアス、人間の悪魔もどき。行くわよ、行くわよ。サタンソウル、しろよ。テイクオーバー、行くわよ。ワンソウル、しろよ。テイクオーバー、終わりね。ワンソウル、しろよ。テイクオーバー、はぁ。テイクオーバーは効かない。もっとダメージを与えれば、もしかしたら。我にテイクオーバーを効かぬと何で言えば。もう少しで。テイクオーバー、力のぶつけ合いってことでいいのよね。魔眼解放、今すぐこの世から消滅させる。食らいなさい。行くわよ、行くわよ。サタンソウル、テイクオーバー、サタンソウル、テイクオーバー、サタンソウル、テイクオーバー、はぁ。せめて一部だけでも今の脱力感は何？あなたのマクロ、
一度さっきの脱力感だったらご命令した無駄だ我にエルフの家族のそばにエルフ兄ちゃんエルフ兄ちゃんこいつは危険私は自分の力姉ちゃんを守る我は我の命令す目の前の敵を八つ裂きにせよの敵を八つ裂きにせよ前の敵を八つ裂きにせよ名王マルドギールセイラとヘルズコアモだマルドギールそんなそれはできないその魔力を消す見えてないマルドギールは何の問題おっしゃっている教科ゼレフ署のは目的はマスター END の復活とゼレフの元に帰る人間とは虫以下の存在です貴様は人間を捕らえてマルドギールは不快に思う虫けら以下の生物で遊ぶ部下の姿を心得ました故郷人間どもアレグリアシン
食、生贄、死と再生、絶望と希望。愚かな種族だ。このキューブ自体が巨大な監獄なのだ。プルトグリムの体内という名の。一人だけいるだ。確率にして約10億分の1。なんたる強運。いや、冥府に一人残された強運か。何これ、どうなっちゃったの。タルタロスの諸君、アレグリアにより侵入者どもは一掃した。フェイス計画は予定通り進行している。侵入者を一掃。それにフェイス計画はウェンディが阻止したはずじゃ。だがどういうわけか、アレグリアを逃れた人間が一人残っているようだ。その人間を殺した兵に結番の旧鬼門の称号を与えよう。旧鬼門が殺した場合はマルドギールが褒美を与える。以上。なんかよくわからないけど、みんな無事だよね。信じるしか。
扉、アクエリアス。なんてな。まだまだもっと痛ぶってやる。まだ死ぬな。一撃で殺す。絶対に負け。開け砲兵級の扉、アフェリアス。アフェリアス、はっ。よく聞け、勇士。あいつらを倒すには精霊王を召喚するしかない。大小召喚術、一つの金の鍵を壊すために精霊王の扉を一度だけ開くことができる。金の鍵を壊す？私の鍵を壊す。そんなことできるわけないじゃない。誰かを犠牲にして誰かを助けるなんてできない。これしか方法はない。絶対に嫌。いつまで甘えているんだ。もう会えないなんて嫌。大事なのは思い出か、鍵か、罪悪感か。違うだろ。仲間を救う力だ。精霊魔導士としての力だ。私の初めての友達。やるんだ。私の鍵を壊せ。私、アクエリアスが大好き。やれ、ルーシー。開け、精霊王の扉。今まで世話に。さて、古き友よ。精霊を。ねえ。精霊王か、名誉。まさか精霊王を召喚できる者がいたとはな。相も変わらず、その本を抱える姿、実にふさわしい。これは END の魂、タルタロスそのものだ。何を企む、冥府の王。察しはついているだろう。我々は END を復活させゼレフの元に帰る。そんなことのために古き友は傷つき倒れているのか。そうだ。そんなことのために古き友は涙を流しているのか。いつかの決着をつけよう、精霊を。古き友の覚悟と契約により、友の敵を駆逐する。来い。よーが貴様を許せ。なんだなんだ。何をしたって言うよ、我れのアマー。バク、何、水のバリア、アクエリアス。魔力がみなぎってくる。アクエリアスの魔力を古き友の力へと変えた。精霊を。さて、古き友よ。
かに星々の導きがあらば。ありがとうございます。アクエリアスも今までありがとう。まさか、あ
レグリアを解いたのか。星の輝きも闇なる侵食を払い立てまつる運を滅する役は古き友達に託す。マルドギールを足止めするつもりか。この裏に人間どもに向けられるということを忘れるな。私がみんなを。なんだか知らねえけど助かったぞルーシー。アツ、一旦引くぞ。ギルドに戻って立て直す。エルザ、私よくやったルーシー。今は休め。うん。エルサメ、引いたか。アレグリアのおかげで水を差されたが、次こそは必ず決着をつけてやる。状況を確認する。ウェンディが阻止してくれ。ウェンディ、タルタロスは墜落。我々は準備が。ここはあれ、私たち、フェイスは、爆発の瞬間に私たちを助けてくれたらしいの。じゃあシャルル、ウェンディ、私たち生きてるんだね。ええ、そうよ。そんな、こんなのって。私たち、あんなに頑張って一つを壊したのに、こんなにたくさん、もう終わ…言わないでシャルル。もう絶望なんてしたくない。私はシャルルと生きてくって決めたんだよ。ウェンディ、弱音も吐かないし、涙も流さない。みんな戦ってる、だから私も諦めないよ。I think